前回のマインクラフト。はい、前回は今までいた地点から別の村へ移動してみました。ね、村人がいるところへね。で、ただものすごいね、段差のある村だったので、まあ、前回はもう整地しましたという報告だけで、ほぼ終わってしまうような感じでしたね。ただ途中で、クリーパーかに襲われて、まあ、死んでしまうというようなこともあったわけですけれども、まあいろいろありましたが、今回は、いろいろ足りなくなっている素材、特に鉄を求めてですね、頑張っていきたいと思います。そして、だいぶ村も整地しました。はい、ところがですね、はい、村人さんが3人になってしまいました。ゾンビに襲われたりして減っちゃいましたね。この状態からなんとか復旧させていきたいと思います。さて、ところがですね、前回の動画の中、死んだ瞬間のシーンにですね、なんか地下映っちゃってるんですね。そうか、あっちの方向に行けばいろいろあるわけですね。まあいろいろと、気が向いたら向こうにも行ってみようと思います。というわけで今回のマインクラフト、始めたいと思います。どうもどうもお疲れ様でございます。ですね、まあの後この村ものすごく整地しまくりました。建物もね、あの空中に立ってたやつ、これも頑張ってね、ちゃんと移動させましたよ。っていうか、まだ全部移動しきってはいないので、変な建物いっぱいあります。はい。あの、高床式倉庫みたいな状況になっちゃってるものとかもね、あるし、まあ、あの、屋根をね、まだ完全に映しきれていないので、どの建物も豆腐っぽい感じです。で、ほらね、こんな風にわけのわかんないのがまだ残っていたり、で、こっちの方の建物はまだ、はい、下に映しきれておりません。うん、鍛冶屋とかもどうしようかなと思ったり、あと一番悩んでるのはこの井戸なんですね。井戸、はい、この中水があるんだよな。動かそうとして穴開けたら横から水が噴き出したんで、また原状復帰して、今のまんまにこうなっておりますけれども、まあ、いつかちゃんと井戸もね、なんとかしたいと思っております。で、教会の方もこっちにね、移動させようとしたんですけど、なんかかっこよくないんですよね、自分が作り始めると。だから教会は今どうしようか迷い中です。はい、この辺りの建物も全部下に移動させないと、そして他の建物たちにもちゃんと屋根をつけていこうと思っております。うん、というわけで、今回はね、もう装備が全然ないんですよ。はい、なので鉄を回収しになんとか行ってみようと思います。あれ、この町の地下もね、掘りまくっていろいろ掘って埋めて掘って埋めて、で、さっきね、あの塔を作りましたけれども、水の中にダイブする予定が間違って、あの陸地に落ちて死んでしまいました。はい、さーてと、まずはなんかね、こっちの方にあったような気がしたんだよな。ちょっとね、降りてってみると、お、洞窟発見。はい、早速中に入っていってみます。暗いなぁ。ただ、もう鉄が見えてるぞ。よし。帰りに今の鉄は取ってこよう。そして、暗い。松明が27本しかない。まあ、石炭もすごい不足してるんで、こうやって回収していく。よいしょ。どんどん取って、こっち側も。うん、もうこっちはあのパッ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 と進めちゃうっす。はい、あ、まだあったか。よし、石炭回収。それで、どんどん降りてってみましょ。あ、何かいると思ったら草か。一瞬ゾンビかと思って怯えてしまった。草ですね。はい、ね、ただなんか深いな。落ちたら死ねそうだな。あ、死ねはしないか。割と思ったよりも、あ、鉄がある。ただ割と思ったよりもね、なんか、奥行きありそうな洞窟ですね、ここ。うん、どうしようかな。よし。とりあえずここから掘っていこう。ツルハシもこれ最後の一本だしな。これで鉄が手に入らなかったら、もう、石のツルハシ、木のツルハシで、頑張るしかないという感じになっちゃうので、なん
としてでも今回は鉄を手に入れたいんですよ。頑張らなきゃ。そして、こっち側に行ってみるかな今度は。よし、行ってみよう。足場をちゃんと確保して、よし。あれ？お、もう来た。お、よし。なんかこの奥もいろいろありそうっすな。こんなもんか。もうちょっとあるね。行ってみよう。怖い。こっちは、こっちもまだ下がある。とりあえずこっち側から行こう。はい、この石炭も回収でーっと、石炭取るっすよ。こっち側ももらっていこう。こっちはこれだけか。さてと、で、さらに奥へ、奥へ、奥へ。真っ暗だ。あ、行き止まりか。よし、戻る。で、さっきのこっちね、こっち行ってみましょう。こっちもちょっとね、足場をつけていこう。おっと、この奥はどうなってるんだ。よし、じゃあ今のうちに鉄を取ろう。安全確認して鉄をゲット。よしよし、いい調子で鉄、少しずつ鉄が集まってる。これでなんとか、ツルハシ系、あとはね、斧とかも作れる。そうですね。こっちの奥は、お、まだある。なんか怖いな。え、まだある。え、ちょっと降りてってみよう。よ、あ、鉄があった、鉄があった。よし、ちょっと止めない、止めない、そんなにダメージ食らわなかったんでいいですよ。ちゃんとあの退路もね作っておかないと、ジャンプできなくてあんな風にパニクるんで、ちゃんと、はい、ジャンプできるように、はい、一段ずつ段差を作っておかないと、はあ、逃げる時のね、はい、ルートは確保した上でもう一回行きます。で、ここに鉄があるんだよな。オッケー、この鉄も回収。お、割とありそうじゃん、うん、これでなんかいろいろと防具も作れるようになるといいな。シュッシュッ、なに、どこから来たの。え、あ、とりあえず死ななかったからいいとして鉄を回収して、はあ、びっくりした。いや、クリーパーってね、音もなく忍び寄ってくるから本当怖いっすよ、うん、で、なんかまだ下がある。どうしよう、ちょっと今の下の方は見なかったことにしておいて、こう、こっちもなんか奥が、うっ、ゾン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 、よしよしよし、やった。はどのぐらいまで、まだ割とね、あ、ここでいけ、あ、まだある。鉄はこれだけか。なんかね、まだ割とあの石炭があったりいろいろと、これは、あ、ここまでか。なんかいろいろとね、この洞窟まだありそうだけど、あの松明が残り少ないんですよね。そしてあのツルハシの耐久力ももうほぼないも同然なので、ちょっと今水が流れた方は諦めてです、今回は諦めて戻ろう。
帰ることにします。しあれけどこっちも一応ね残り3本で照らせるところまでは照らしておこう。これあこんなもんか。びっくりした、何か動いてるかなと。それでどっちから来たんだっけ、確かこっちだよね。あれこっちか。なんかお腹空いてるみたいだからとりあえず腐った肉でも食っとこう。リアルの方もお腹空いてます、まあ、とりあえずよし行くっすよ。それでどっから来た、こっちかな多分。あれ多分こっちかな。よいしょ。あ、ここはさっき来たね。どっちから来たっけ。こっちだったかな。あれ行き止まりで。あれ。こっちじゃなくて、じゃあこっち。こっちかな。ここはさっき石炭と思ってたところだな。こっち。おっ。勝手に後ろで爆発してくれた。あそこにも鉄があるけれど。どうしよう。ここにもある。取っとこう。鉄は取らないと。この鉄は取れるかな。とりあえず今回諦めたかな。それで、あ、こっからこっから降りてきたんだ。よしよし。はあ、やっと帰れる。あ、外は夜だな。どうしよう。朝になるまでちょっと時間を潰そうかな。あの鉄がどうしてもやっぱり気になる。けれど、どっちだっけ。ここから降りてきたんだ。あのさっきの鉄、この鉄だけでもやっぱり回収していこう。あれ上にもなんかある。え、いやとりあえず、あ、松明ないし、なんかあるっぽいけれどちょっと松明なしにはやれないのでこの部分は諦めます。あ、今のところにも鉄があった。まあ鶴橋がもうダメなんで、次はスケルトン。向こうも足だけなかなか来ない。正面突撃、あ、隠れない。倒した。OK。というわけで、もうこのまま村に帰ろうと思います。あっちだね。オービク。鶏か。びっくりした。はい。というわけでですね、まあ、一旦村に帰ります。はい。無事になんとかたどり着きました。今回ね、こんな感じでしたけれども、まあ、なんとか鉄が手に入ったんで、またいろいろとやっていきたいと思います。チャンネル登録お願いします。それではまた。